はい、皆さんこんにちは、ヒクソンです。今日はですね、千早第二公園に来ました。ここはですね、あっちを向く、まあ、方向的に言うとこっちか、うん、あ、指が映ってないか、俺の指が映ってないと、方向的にあっちですよね、はい、あっち側が花見町の交差点の駅の方ですね。でちょっと奥入ったところですね、はい、ちょっとあの道路をちょっと入った、住宅街にある公園ですね。もうなかなかでかい公園です。はい、じゃあちょっと見てみましょう。こういう感じで、もう本当にもう周りは家という感じですね。はい、こっちがこうまた違う抜け道になってるんですよ。わかりますか？こう来てるんじゃなくて違う、全く違う。例えばそこら辺に行ったぶりとかね、あった場合も結構こっちに逃げればこっちにも行けるし、こっちにも行ける、まあ、四方八方にこう逃げれますよという感じです。近く自体はそんなないんですよ、ここ。でこっちはもうこういう感じで、まあ、調べてますね。はい、それでこちらがですね、やっぱりこちらもね、非常に綺麗なトイレです。毎日ですかね、毎日あの掃除の方が入られてるみたいで、それ比較的あの公園では古いんですけど、まあ、予算も使ったんでしょう。結構トイレ新しいところ結構多いんですよね。まあ、今まで何か所かこう回ってみるとですね、公園自体は古いんですけど、建物の自体は古いんですけど、建物公園か、そうですね、は古いんですけど、こういう感じでトイレはちゃんとリニューアルしていくっていう、うん、これすごい重要だと思うんですよ、僕、うん、あのやっぱりなるべく豊島区はやっぱお金あるんですかね、あのこういったものはもう常にきれいにしておくというのはブローグンウィンドウセオリーからしても常にきれいにするって重要だと思いますので、ね、まあこういう感じですね。はい、でこっちがさっきあの入り口は逆の入り口を立つんですね。今あっち見えますかね、車が通ってて、あっち側です。今車通ってますよ、ずっとまっすぐ、ね、あれが通りですね。通りちょっと入っちゃったんですね。はい、こっちがこう出ましたよ。ちょっと珍しいですね。あんまり豊島あの公園防波今まで回ったところであんまり見ない看板ですね。これはこの最近というのかいつの最近なのかわからないですけども、まあとりあえず、まあ、暗い夜道には気をつけなさいよっていうことですね。まあそんな感じですかね、今回はね。はい、ということで、まあ、非常に、まあ、私は結構好きな形をしてると思いますけども、さっき言いましたけどね、抜け道も多いですよと。うん、抜け道も多いということは逆に言うと自分が何ていうんですかね、巻き込まれる可能性も多いということですね。あのここ公園でっていうよりも例えばそこら辺に引っ掛けがあってこのまま公園の中に逃げちゃう場合もあるんでね、あんまり公園の中に逃げる引っ掛けっていないんですけど、ただ土地勘があるやつだったら逆に例えばこれね、引っ掛けしてそっちら辺に行くんじゃなくて、そのままあっちにバーッと逃げちゃう場合もあるんで、まあそういう意味ではまあだから常に今日は気をつけて歩きましょうっていうことで、はい、どうもありがとうございました。